皆さんこんにちは。本日は4月5月はスピード強化インターバルそのすすめ、こういったテーマで解説をしていきます。さあ皆様、そろそろゴールデンウィークです。こう思っていませんか？暑くなるな。そうなんです。最近の日本はゴールデンウィークあたりから急激に暑くなります。日本では四季がなくなったという方も少なくありません。暑くなるとスピードを上げることって本当にできなくなりますよね。なので今のうちからスピードの強化はしておきたいところ。なので本日はスピードを上げるための代表的なトレーニング、インターバル走について解説をしていきます。うわぁ、インターバル走ってきつくて苦しいから苦手なんだよなぁという、そういうイメージを持っている方、インターバル走は多いと思います。ただインターバル走を正しく知れば、そうやって無理なきついインターバル走を行う必要はないんです。なので4月5月スピードの強化をしていきたいという方は、ぜひ今日の動画最後までご覧ください。それでは行きましょう。まずインターバル走とは、疾走区間と回復区間、これを交互に行うことを言います。疾走区間とは速く走る区間のこと、回復区間とは休む止まるのではなくてゆっくり走る区間のこと、この2つを繰り返して行います。マラソンや長距離の練習は大きく2種類。一つは長くゆっくり走っていかに楽に走ることを身につけるかという距離走のようなトレーニング。もう一つは速いスピードで短い距離を走るスピードに焦点を当てたトレーニング。この2つの練習ですね。この2つの能力を同時に高めていくことによって、速く走りながらも楽に走る能力、これが身についていくということです。そしてインターバル走というのは、後に説明した速いスピードで短く走るっていうのの代表的なトレーニングとなります。つまりはスピードを上げて心臓をバクバクさせるスピード持久力の向上を目指していくトレーニングというわけです。ちなみにフルマラソンを完走を目指すのであれば、インターバル走のようなトレーニングは不要です。なぜならば完走を目指すのはスピードが必要なのではなくて、楽にどれだけ長く走るか、つまり長距離を走るようなトレーニングというのがすごく大事なわけなんです。僕は初マラソンを6時間45分というタイムで完走したのですが、前半ぶっ飛ばしすぎて後半ほぼ歩くという結果でした。まあ機会があれば説明します。何が言いたいかというと、完走するには一周速く走るではなくて、どれだけ長い時間、そしてゆっくりでもいいから走り続けることができる、この能力の方が完走には大事なわけなんです。そして完走をしてもっと記録を向上させていきたいなと思った時に走り続けていると、ある時からスピードがもっといると思う時があります。個人的な感覚として、女性はサブ4の前あたりから、男性はサブ4を達成したあたりから感じるのかなと思います。まああくまで個人差ありますからね。なのでインターバル走のような心肺を追い込んでスピードを向上させていく、このような練習というのはある程度土台ができていて走力がある方が対象になります。インターバル走を練習に入れると故障しがちだったりとか、後半いつも失速したりフォームが崩れたりする、こういった方はまずは土台作りのゆっくり長く走るを丁寧にすることをお勧めします。そしてインターバル走の効果には以下のようなものが望めます。最大酸素摂取量の向上、呼吸器官の改善、脚力の向上、そしてフォームの改善、こんな感じですね。なんか難しい言葉いっぱい出てきましたけども、大丈夫。最大酸素摂取量と呼吸器官の向上というのは、要は心肺機能が上がっていきますよということですね。たくさん制覇しても疲れにくくなる体ができるということです。学生時代で例えると持久力があるということがこの能力です。脚力の強化というのは、自分の体を早く前に進めようとするにはそれなりの力、パワーがいるわけなんです。インターバル走のような速いスピードで走ろうとすると、やっぱりそれだけ脚力、自分の体を前に進める力がいりますよね。なのでスピードを上げて走るとなると、やっぱり脚力の強化、これにつながっていくんです。そしてフォームの改善、心のフォーム改善というのは、綺麗に走るとかではなくて、大きく腕を振ったり強く蹴るといったスピードを出すための大きな体の使い方、こういったところの改善につながります。今皆様が走っているフォームがそのまま大きくなって大きな走りにつながると思ってください。注意してほしいのが、普段から猫背の方が速く走ったからといって急に前傾姿勢になって綺麗な走りができるというわけではないです。猫背の人が速く走ろうとしても、それはただただ猫背の人が速く走ってるということになります。あくまでも現状のフォームのまま速くなると思ってください。高山よ、効果はいろいろあって分かったけども、インターバル走はやっぱきついから一人でやろうと思わないんだよ。しかも最近いろいろ種類が出てきて、何からやったらいいか分からないんだよという声もありそうですね。確かに楽なトレーニングではありません。しかも最近いろいろな種類のトレーニング、インターバル走出てきてますよね。安心してください。それの答えというのは、一つ、きついのは追い込みすぎ、もう一つはシンプルに3種類だけで OK、 これにつきます。順番に解説しましょう。まずきつすぎる、これはシンプルにね、設定を上げすぎて追い込みすぎです。
確かにね、インターバルとてきつい印象ありますし、そしてきつい練習をしてこそ効果があると思っている方は多いです。僕もね、事実そう思っています。ただし、あまりにもきつい苦しいが先行しすぎている気がします。インターバルとてね、大事なのは最後の一本まできれいにやりきること、そして後半の走りにフォームが崩れる、顎が上がったりとか腕を振り回すように走る、もしくはタイム、ラップが大幅に落ちている場合であれば本数を落としたりとか、あとは休憩を長くする、最悪ね、練習を打ち切ってもいいぐらいだと思います。きつくて苦手意識ある方というのはインターバル走の構成要素である距離、時間、そして休憩、この3つどれか1つだけでもいいから甘めに設定してみるのはいかがでしょうか。3つ全体的に甘くしてみてもいいですし、どれか1つをグッと落とす、どれでも構いません。きつい苦しいが先行してやりたくない方はまずは甘めに設定してやりきって達成する、そして達成してから徐々にレベルアップしていくようにしてください。インターバル走で大切なことは全てきれいにやりきることですね。途中で撃沈してしまったら効果も半減してしまいます。なのでまずはしっかりやりきるためのインターバル走っていうのを意識してみてください。なので甘めでも OK なんです。もう一つはシンプルに3つの種類で OK。 最近はね、変化走のようないろいろ距離をミックスさせたインターバル走とか出てきましたね。そもそもね、変化走ってどうやって生まれたかっていうと、トップランナーが海外にしてもやり取りですね、レース中の駆け引きに勝つために変化を加えていくっていうのが生まれたんですね。なので我々市民ランナーってあまり駆け引きとかありませんよね。そういった意味では我々市民ランナーには変化走っていうのは少しレベルが高いのかもしれません。もちろんね、練習のバリエーションとして知っておくのは丸です。ただ基本的なインターバル走の考えとしては、ショート、ミドル、ロング、この3つをしっかりと覚えておけば大丈夫なんです。ショートは 200m や 400m、 スピードに特化しています。スピードを上げた走りがしたい、速く走る体を作りたい、そういった場合に使います。ミドルで代表的なのは 1000m、 ショートに比べて距離が長くなりますよね。ということは疾走感が長くなります。ということは後半に走りが崩れやすくなってしまうんです。なのでミドルのポイントでは、速い動きでも後半に動きが崩れない、フォームが崩れない走りを作るということ。ショートで速く走る動きや速く走る体を作れたならば、ミドルでそれを維持できる能力を向上させていきましょうということになります。ロングは 1500m や 2000m、 3000m といったところでしょうか。 1500m の、ね、ロングというかちょっと微妙かもしれませんが、個人的には1000を超えたらロングというようにしています。もちろん距離が長くなればなるほどペースは落ちていきますが、スピード持久力の強化であったりとか、後半に崩れない走りっていうのがより大切になってきます。なので実戦に近い、レースに近い練習という形になります。スピードを上げて維持する、そして心肺機能の追い込み、後半のフォームの維持、距離が長くなればなるほど意識することって多くなりますよね。なのでロングインターバルというのはよりレースに近いタイミングで行っていくと、レースへの再現性が高くなっていきます。もちろんこの時期にやるのも OK ですよ。本数はシンプルに、ショートは10本ぐらい、そしてミドルは5本ぐらい、ロングは3から4本くらい、これを軸にして、休憩は1分から2分でいいでしょう。ショートをする方はちょっと短めにする傾向がありますけど、だいたい1分から2分、これを目安に決めてみてください。まずは本数、休憩を長めとか楽な設定をして、慣れてきた、クリアできたらそれを徐々にレベルを上げていくようにしましょう。いきなりきついのをやるんじゃなくて、まずは簡単なところから始めて、徐々に階段を登っていく、そういったイメージで始めてみてください。インターバル走というのはある程度走力がついてきて、さらにレベルを上げていきたい、そういった時に取り入れるトレーニングです。初心者の方、まだ走り始めの方はゆっくりじっくり走ることを心がけましょう。ちなみに怪我明けの方も同様、まずはゆっくりじっくり走ることから始めてください。いきなり強度の高い練習しちゃダメですよ。きつすぎるインターバルはなかなか続かないので、まずは楽に設定をしたインターバル、そこから徐々にレベルを上げていくようにしましょう。設定はシンプルにショートからロング、ショートはスピード特化、そしてミドルというのはスピードを持続させる、ロングというのはより実践向き、この3つで分けて考えます。何度も言いますが、休憩や本数というのは最初は甘く、そして徐々にレベルを上げていきます。階段はね、一段一段徐々に登っていきましょう。ちなみに今の時期というのはやはり短い距離でしっかりスピードを磨いて、暑くなるとね、最初も言いましたけども、スピードなかなか上げれませんよね。なので今の間にちゃんとスピード強化をしておいて、暑い時期というのは早朝に起きてしっかり走り込む、そしてこれが徐々に涼しくなってきたら、このスピードと作った足をミックスさせてレースに備える、こういったねプランが一番オーソドックスなので、今の時期というのはちょっと短い距離でもいいからね、スピードを強化させる、そういった練習がいいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひぜひご参考にしてみてくださいませ。
はい、本日の質問はですね、寝違えてるときは走らない方がいいのかという質問ですね。ありがとうございます。寝違えるとね、僕も結構寝違えて、僕実は今も寝違えて、こう左の首よく寝違えるんですけど、寝違えるときっていうのは、寝違えて首の捻挫だったりとか、あとひどかったらね、寝違えでね、吐き気とか、あと体全体歪んだりしますので、あんまり寝違えてるときっていうのは強度の高い練習とかはしない方がいいかなと思います。寝違えって何かって言ったら、ざくっと言うと本当にね、首の捻挫だと思ってください。捻挫してるときとかあんま走らない方がいいですよね。それと一緒ですよね。なので、あまりにもひどい場合っていうのは、首に限らずなんですけども、ちょっと走るのを控える、そして走れそうだったらね、軽い強度から始めていくようにしましょう。どこであっても痛めてるときっていうのは基本安静の方がいいです。それがね、下半身であったらやっぱりランニングに直結しますけども、こうやってね、上半身の姿勢っていうのもランニングに絶対つながっていきますので、この周りがどっかおかしいなとか、動きに制限が出てるな、そういう場合であったら、まずはね、休憩とか体を休めて、安静にして首でやろうかどっかですよ。安静にして直してから始めていくようにしてください。そしてね、さっきもちらっと言いましたけども、怪我明けに走り出す時っていうのも、やっぱりまずはゆっくり、いきなりインターバル走のような今日みたいなトレーニングせずに、怪我明けの場合でも、まずはゆっくりとしたペースから始めて、徐々に強度を上げていくようにしてください。そうしないとね、筋力とかも弱くなってますから、また怪我してしまう可能性ありますので、ちょっと怪我明けの方とかも気をつけて練習を始めるようにしてください。いつも高評価、コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価、コメント、動画を作る励みになってます。で、今日の動画もいいところがあったなと思ったら、高評価ボタンお待ちしてます。そして、コメントすべて見て返信しております。ただ、競技性が高い場合につき、ちょっと返信ができない場合、返信ができかねる場合があります。そのあたりはご了承くださいませ。本日の動画は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルでは、ランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画は参考になったけど、まだチャンネル登録をしていなかった方、これを機会にボタンをポチッとよろしくお願いします。Twitter、SNS で高山マラソンをシェアしていただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。